むちゃくちゃすごい映像というか、これが見たかったっていう映像が、クロちゃん、フラットアースは巨大樹の世界っていうチャンネルをされている方がアップロードしてくださってるんですけど、星、夜空に輝いてる星、あれを、すごく拡大した映像の、なんていうんですかね、高画質版、高解像度版っていうものを、これ見たい人って結構いらっしゃると思うんですよね。そういう映像なんですよ。ニコン P1000 でシリウスを撮影っていう映像なんですけど、シリウスっていう星を超望遠レンズがついているニコン P1000 で撮影して、で、動画で撮影してアップロードしてくださってるんですけど、これが凄まじいんですよね。あ、星ってこんなんやったんやと。なんていうんですかね、直感的にこれが自然なものだって理解できるっていうタイプの映像なんですよね。人間が作り出した CG とかじゃないっていうんですかね。その自然的なものというか、見てて飽きないんですよ。ずっと見てられるっていうんですかね。そういうことがすぐ理解できるすごい映像なんですよね。これ、めちゃくちゃ貴重だと思うんですよ。ありがとうございますというか、これすごいなと。映像そのものがもうすごいってわかるっていうんですかね。見飽きないって言ったらいいのか。こんなんが毎日夜表現されてるんやと。理解できるっていうんですかね。だから自然のものなんですよね、やっぱり星っていうのは。自然のものってあんまり飽きないんですよ。夕日であるとかも、毎日やっぱ違った表情なんですよね。すごく赤く綺麗になる時もあれば、ちょっとだけなる時もあればとか。その類っていうのがすぐわかるっていうんですかね。すごいなと思いました。ぜひシリーズ化してほしいというか、どうしてもやっぱりニコン P1000 っていうカメラっていうのは、僕みたいな貧乏人には手が出ないんですよね。だからこうやって YouTube に、なんというか、アップロードしてくれたら、ものすごくありがたいっていうんですかね。他の星とか、めちゃくちゃ見てみたいなと。で、見飽きないので、何回でも見れるので、なんか、再生回数とかも、良くなるんじゃないのかなとは思うんですけど、わかりません。この、クロちゃんさんが再生回数とか伸ばしたいとか思っている方の人なのかわからないんですけど、これ、バンされたらやばいですよね これバンしてきたらやばいですよね。でも、すごいなと、思いました。こんなんなんやと。なんていうんですかね、批判的な方っていうのは、まあこれはカメラが、そう、こういうふうに拡大したら星っていうのはこんなふうになるんだと。カメラの異常だみたいな感じので捉える人もいらっしゃるんですけど、これ、そうだったとしても、そこに描かれている動画自体が、凄まじい人間が作り出せる、人間のなせる絵じゃないんですよ。そこに表現されている表現自体が、人間離れしてるっていうんですかね。その自然的というか、神的っていうんですかね。それが即座に理解できるというか、で、この無限に形が変わっていくのじゃないかっていう感じのことが、永遠に続いてるっていうことですよね。人間では表現不可能なんですよ。ああ、これは人間のもんじゃないわと。すぐわかるっていうんですかね。それが実感できる映像というか。別にレンズの特性であったとしてもいいんですよ、それは。星を望遠レンズで撮影したら、そういう人間では成し得ない映像が表現されている。この状況そのものが、人間だけでは生み出せない世界なんですよね。それぐらい素晴らしい、映像なので、他の 映像もぜひ見てみたいなと、もし、なんというか、余力があればというか、シリーズ化していただけたら、なお、嬉しいなと思う人はいっぱいいるんじゃないかと、僕は思いました。以上、芸術を僕は少しはありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。